はい、皆さんこんにちは、リルレです。最終日ですよ、行き最終日で、昨日スロータイプの営業で超過があったんで、今日もちょっと試してみたいと思います。答え合わせをちょっとしながらエギングをしていきたいと思います。まずめスタートですね。やっていきます。ポイントね、到着しました。ちょっとね、ノーマルからいきましょう。煽り球 3.5 と、これノーマルですね。着底させてからしゃくっていきたいと思います。とりあえず何もかもがノーマルな感じで、前回の動画でね、まず目で釣れたとこのポイント、同じポイントで同じタイミングで試さないとね、答え合わせができないんで、逆がいいな、塩は変わるかな。夕まずめスタートです。いやー綺麗だな、上塩がガン動きしてますね。ライン持っていかれる。さあどうなんでしょうね、昨日と同じパターンなのか。昨日はね、全体的に潮が流れてたんですよね。しかも左側に流れてたと思います。今右だもんね。だいぶいいプラタになってきましたね。来ましたね、来ましたよ皆さん、スロータイプ来ましたね。ちょっとサイズはあれですけど、スロータイプ効果的なんやろうか。潮が走り出した瞬間ね、おお、あ、ちょっとこれいいかもな。タモを用意しときましょう。どうだ、うん、いいと思います。回遊でしゃろう。ああ割れた割れた、ごめんなさい、エギが引っかかって壊れちゃいましたね。ぶり上げて終わったな。荒ぶったコメントも覚悟しておきます。昨日と同じタイミングですね。左に流れ出してますね、さっきと違う。やっぱ左に流れる潮の方がいいっすね。ここ最初入った時は右に流れてて、で止まってたんですよ潮が。で左に流れ出したと。ちょっとねキャスト位置を変更しました。これ抱いてないもんね、これぐらい、潮動いてます。いいね、これ落ちをランナースローじゃ。ちょっとスロータイプからね、ノーマルに変えようと思います。ヨウズリ 3.5 ブルーヤコスね、払い出してますね。めちゃめちゃ払い出してる。これだいぶ出てますよ。これこの辺とかもう海使ったことないんちゃうんっていうラインが出てきてます。カッピカピの。いいかも。イカでした皆さんイカでしたよ。わ、しかも、あ、モンゴーさんです。くるくるボンの方です。皆さんこれ、あ、ちょっとああビッシュ、マジビッシュビシュになってしまった。いや今のはね不可抗力ですよ。大トレやないかい、モンゴーさんが水をかけに来ただけっていう。抱いて泳いでたっていうエギに気づかないモンゴーと、モンゴーに気づかない俺っていうコントっすよ、コント。はい、ポイント移動してきました。まずはね3号エギから、はい、ノーマルタイプの3号エギ、こちらから投入していきたいと思います。
昨日ねスロータイプ釣れた場所、はい、全く同じですね。どうなんやろ、とりあえずねノーマルの3号から、まあ、普段通りのエギチョイスをして普段通りの誘いをしていきたいと思います。続いてスロータイプですね。ちょっとね見えかいたんで遠目から狙ってます。ライトちょっと消していいかな。はい、行きましたね。スローです。これはもうシンコちゃんですけど、ちょっと早めに上げてリリーしましょうかね。はい、来ました。スローですね。またヨウズリのケイマルスロー。今のはねサイトで、釣ったんですけど、まあ反応しますね。傷がすごいんですよ。新品っすよこれ。ちょっと皆さん暗いですけど申し訳ないです。ちょっとライトをね今つけたくないんですよね、ヘッドライトを。スロー、はい、来ました。スロータイプですね。やばない？このスロー。イエス、リリースします。潮が効いてるレンジがあるんですけど、そこのレンジをゆっくり引いてこれるっていう強みはめちゃめちゃありますね。アクションさせて見せて抱かせるっていうよりは抱かせる間が長いっていうことですよね。そこなのかな、やっぱり反応してきてんのか。次スローで中層あたりまで落としてそこをキープするような感じの誘いをしてみます。中層あたりですよね。ふわふわ系、味神様でいうところのふわふわふわりちゃん。どうもしかいいでしょう。来ましたよ、一歳つやぼない500弱ぐらいですかね。今回ね LQ 縛りもちょっとやろうかなと思って買ってきてたんですよ。なんで LQ をちょっと使っていきたいと思います。3号です。シンコちゃんです。 LQ 来ましたよ。 LQ シンコちゃん、はい、3号 LQ でも釣れました。来ましたよ。見てください。ビジサイズ。ちっちゃい。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。帰ってきました、宿に。西なんで、ちょっとここへね。お疲れ様の時はこれですよね。はい、ってことでね、今回
ユーマ詰めからのライトニング、スロー系の営業をね確かめたくて使ってみました。まあいろいろ考えながらやってましたけど、レンジ、食い物、この2つでしたね。スロー系を使う意味合いみたいな、イカが好むレンジってあると思うんですけど、そこのレンジにより長く停滞させることができる。スロー系はね遅いからやっぱり速度がね、そこら辺じゃないかなって思います。まあ、イカじゃないんで分かんないです。それではね、少しでもね参考になったよという方はね、チャンネル登録、高評価、ベルマークのねボタンを押してくれると通知入りますので、ぜひそちらもプシュプシュしといてください。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。